もしもし、ゆうた？今日そっちに荷物送っといたから。え、なに？俺なんか頼んだっけ？お礼よ、お礼。は、あ、はあ、姉貴に感謝されるようなことしたかな。あんたじゃないわよ、ゆうたのことだからとは思ったけど。だから何の話だよ。あんた、寮のみんなで海に行った時に携帯落としてお友達に拾ってもらったでしょ。あ、それか。もうやっぱりお礼してないのね。ちゃんとありがとうって言ったよ。言葉だけじゃなくて。お、いい？荷物が届いたらこの間の人にちゃんと渡すのよ。あの時のお礼ですって言って。姉貴、気の使いすぎ。ゆうたが使わなすぎなのよ。男はね、そんなこといちいち考えないもんなの。エンジュだってきっとお礼なんて思ってもいないよ。エンジュって言うんだ、あの人。え、なんだよ姉貴、気になるのか。うん、うるさいわね、切るわよ。ああ、冗談だってば、冗談。大西洋に浮かぶ地図には載らない小さな島、外界と遮断されたこの地に全寮制男子校聖アルフォンソ学院はある。謎を秘めた学院の生徒たちはいつの頃からかこう呼ばれている。辺境の王子、マージナルプリンスと。ねえ、またニコラ・マキャベリは君主。早っ。平和な時代の上辺だけを見てそのまま。しばらく忙しくなりそうだな、お互い。いざ風向きが変わるととても。やば。では続きは次回の講義で。ありがとうございました。じゃあそっちは頼んだよ、レッド。オーケー、後でみんなにリクエスト取ってみる。話はそっからだな。うん、期待してる。お、任せろ。やっぱりこの学院広すぎだよ。早くしないとまた姉貴から荷物ついた？ちゃんと渡した？って電話かかってくるだろうし。まだなんて答えたら間違いなく雷落ちるし。ああ、もうどこにいるんだろう、エンジュ。どこに行っちゃったのかしら、兄さんってば。アルファルド寮で待たせてもらおうかな。ユータ。お、エンジュ、ちょうどよかった。って、なんでそんなところにいるの？お前も来るか？あの凶暴なオムいないよね。もう一回。あ、日が暮れる。なんだ。あ、いや、俺って実は運動神経悪かったのかなとちょっとへこんで。違う、ようじゃないのか。あ、そうだった。兄さん来て。ちょっと来て。
みんないる？あ、ユータ。お前ナイチンゲールな。はい。もうすぐ文化祭があるんだ。聖アルフォンソ祭。その時に仮装行列をやるのが伝統なんだよ。それがなんでナイチンゲール？あの有名な監獄さんでしょ？鳥だよ鳥。アルフォンソ王がこの島にやってきた時、月桂樹の枝を加えて王の一行を導いたっていう伝説の鳥がナイチンゲールなんだ。で、ユータはそれ。俺、鳥？そう、新入りの仮装はナイチンゲールと昔から決まってんだ。文句はなしな。いいけど、みんなは何やるのさ？ジョシュアはアルフォンソ王。すっげえかっこいい役じゃん。あれ、生徒代表が王になる。これも伝統だ。俺は誰かに代わってもらいたいんだけど。却下。今年のウーティス寮のプロデューサーは俺だかんな。俺の言うことは聞いてもらうぜ。わかったよ。ユータのお客さんかい？あ、そうだ。もうレッドがいきなり振るから紹介するの忘れたじゃないか。じゃーん、アルファルド寮のエンジュ。ほら、俺が入学したばっかの時に亡くなった宝石を探すのを手伝ってくれた人だよ。そうだったのか、君が。ありがとう、あの時は世話になったね。なんとお礼を言ったらいいか。俺はこいつを手伝っただけだ。人の感謝は素直に受けとけって。そういうことだよ、謎のおせっかい焼きくん。ああ、アンリってば。すまない、アンリがああいう言い方をするのは少なからず親しみを感じている証拠なんだ。みんな、あの宝石が戻ってきて本当に嬉しかったんだよ。さ、俺の誤解も解けたし。に、あん時は悪かったよ。せっかく来てくれたんだ、よかったら一緒に夕食をどうだい？は、いいねそれ。じゃあ俺ちょっとバトラーに行ってくるわ。一人増えたって。あ、頼む。ああ、ごめん、何か予定があったかな。俺たち勝手に話を進めてしまって。え、そうなの？エンジュ、レッド止めてくるよ。いや、予定はない。よかった。そう、楽しみだね。そうだ、忘れるところだった。はい、これ姉貴から携帯拾ってくれたお礼だってさ。姉貴の手作りクッキーだよ。兄さん、私の手作りクッキーよ。クッキー嫌いだったかな。いや。じゃあ食べてみて。ワクワク、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 ワクワク。焦げてる。あ、でもうまい。よかった。わざわざ日本からこれを送ってよこしたのか？うん。やっぱ変だな、お前の姉貴。まあさすがの俺もこれが送られてくるなんて予測できなかったけど。ありがとう。じゃーん、今回の姉貴珍しく気が利いてるんだよね。こっちは寮のみんなで食べてってさ。やったね、ビバ姉ちゃん。お、うん、美味しい。ちょっと焼きすぎな気もするけど。うん、うん、早く早く、しなしなって。ジョシュアもアンリもよかったら食べて。お、姉貴、うまくできたのだけ選んで演じ用の袋に詰めたな。くそ。お、どうしたのジョシュア？え、なんか今日はいつもと様子が違う感じ。俺は大丈夫だから。これ何の形だろう。あ、うん、形は味に影響しない。ああ、うん、俺のクッキー取んなよ。二人ともやめろって。まだあるんだから喧嘩しないでよ。アンリ、レッドで遊ぶのよ。どうしたの？
ここは暖かいな。日当たりがいいからね。あ、そういえばシルバンは？今日は見てないな。部屋にいるんじゃないか？ほっとけほっとけ、敵は少ない方がいい。賛成。間に合うかな、シルバン。もうやめます。隠れて生徒たちを探るのはもう嫌なんです。私は君に約束した。この任務を無事果たしたら両親と会わせようと。だがここでやめたら今後家族と会える保証はしない。エルリック・フォン・リヒト・ホーヘン。いつもああなのか、ウーティス寮は。え、どこの寮もこんな感じじゃないの？かなり違う。そうなの？もしかしてやかましくて嫌だった？いや、むしろ。むしろ何？まあ、いっか。嫌な思いさせたんじゃなければ。エンジはなんでこの学校に来たの？お前は？美術館で絵を見てたら、絵の勉強しないかって誘われたんだ。その人、父さんの知り合いで。俺、エンジに聞いたんだよ。失うものが何もないからかな。え、どういうこと？失うものがないって。戻る。え、夕食の時間には戻ってきてよね。みんな待ってるから。必要ない。でも毒蛇だったら。お前が気にすることじゃない。でもごめんね、僕のせいで。違う、未熟だからだ。俺は迷っているのか。神は死を与えなかった。生きることを望まれた。我らに導きを。共に歩み、共に死す我らの王。それはステンドグラスの王は自らの意志で
自らの生死を選んだ。王は決断した。怪我をしてるのか？保健室でちゃんと見てもらった方がいい。必要ない。ダメだ、手当てはきちんとしないと。お前もあいつと同じだな。あいつ？ユウタ。え？変だ。変？アルフォンソ王は仲間を守るために自らの身を投じた。お前はどう思う？高尚な人間だと思うよ。とても立派な行為だと。君はそうは思わないか？偽善者だな。王たる者は先を考える者。国の行く末への責任を持つ。それを自ら放棄するのが立派なのか？たとえ臆病者のそしりを受け非難されようとも、生き残ることが王の道。それが王たる者の義務だ。君は一体？決断できずに人を導くことができるのか、王となる者。俺はお前にはなれない。お前は俺になれない。俺とお前は違う。エンジ、もしかして君は。物語は終わった。遠い過去のことだ。星はもう消えた。